そちらです。せいやです。うっ、呪術廻戦。あら、呪術廻戦見てます。呪術廻戦僕はもう2週3週してますよ。あ、した。僕ジャンプの大概おもろい。珍しいね、粗品さん。おもろい。おもろいでしょ。だって今一番流行ってると言われてますから。いや、僕呪術廻戦見てないんですが。見てないかい。テンション上がったのに。いや、これどっちっていうのをちょっと、ほう、検証というか。どういうこと？あの、呪術廻戦が今ラウンド1の CM やってるの知らん？あー、やってるかも。ラウンド1の、なんか昔ゴールデンボンバーさんとかがやってた、ボーディーさんが出てスポッチャも楽しいみたいな。はいはいはい。 CM、呪術廻戦のキャラがやってるんですけど、はいはいはい、まあ、15秒尺のやつ、うんうんうん、もうラストに、はい、なんかキャラクターがボケてるんですよね。なんかマイベストフレンド。ああ、東堂やね。あ、なんかそういうフレーズあんねん。マイベストフレンドって、ね、なんかそれを言ってるんですよ。そのボーリングしたい、退屈がひっくり返りそうな予感がするぜ、お前からは。もうちょっと火つけと思った。何も言わんからな。異常記憶に国選を出すまで俺はもう口を出さんからな。そうなん。怒りは確かにトリガーだ。知らんけど。プチッ。お前よ。怒りが消えたか。ヒロアカでもやってたけどさ。もうもうね。ヒロアカはあれね。絡んでええって。オールマイト。一緒や。僕がやりそうなことだろう。誰やっけそれ。オールフォアワン。オールフォアワン。あれ、あれ、いい。志村天子くん。ええって。志村奈良の孫だよ。前見たな。前見たなっていう。十分だーっていうね、英語。イナフ。いや、大好きよ、呪術廻戦。東堂、俺一番好きかもしれん。東堂がボケてるんですよ、その、なんか妄想みたいな中で。あれは、あるんですよ。ボーリングしてみたいな。で、あるある。それでもう一人、なんか、俺の名前から、こてつみたいなやつ、名前。トラみたいな人います。なんて言う？イタドリ。ああ、主人公ね。イタドリが、ちょっとーみたいな、その妄想中に声で入って、髪の毛ピンクのやつでしょ。あ、そうやっけな。うん、うん、な、ちょっと聞いてるみたいな感じで、はいはいはい、で、最後、マイベストフレンドって言った時に、はいはい、マイベストフレンド、ね、なんかオナチューじゃねえしみたいな、なんかそういうフレーズってあるんですか。まず、同じ中学、オナチューじゃねえみたいな。あ、あるあるある。あ、じゃあそれなんかな。うん、オナチューじゃねえしって突っ込んでる時の、うん、この手がですね、はい、完全に来れない。違う。マジで違う。俺のツッコミのやつをほんま、いや、オナチューじゃねえし、いや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 、マジマジ、いや、もうそれはないわ。そもそもこういう動きするやつな、イタドリって。いやいやいや、せえへん。あ、ほらもう俺や、絶対違う違う違う。ツッコミ、いや見てくれ。確かに見たい。見たいやろ。いや、でもこういうなんか手はあるやん。その一瞬やったらね。ただもうほんま、これ俺、いや、呪術廻戦がお前の真似してた俺すごいや、嬉しいで、相方として。呪術廻戦が霜降り明星とコラボしたってことでしょ、はい、だから東堂俺ってことでしょ、ボケ。いや、まあ、めっちゃ嬉しい。それちょっと言い過ぎやん。めっちゃ嬉しいわ。これ音は出したら使えない。じゃあ音なしで見てもらおうか。これの回のこと、呪術廻戦って言ったのよ。いやね、語れると思ったの、一緒に。まあ、もう最後のワンカットなんで、いきますよ。無え。こいつがね。まあ、なんか、はい、ボーリングしてるでしょ。はいはいはい。で、スポッチャして、はい、UFO キャッチャーして。はいはい、こういうシーンあるからね。はい、これ次。はい、どこがやねん。いや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 。え、めっちゃ俺やん。いやいやいや、もう一回見して。ええよ。いや、正面向いてこうやったら分かんねんけど、このいや、それを後ろからの画角や。おいおい、なんかこんなん、いや、同じ中学じゃねえし。ちょっと見して見して。マジ。音なん出してあかんの。バーンってスポッチャしてフレンディングしてメダルやって、ほらほらほら、や、音出して一回やろうか。まあ、音は伏せて。これすごいな、ほんまやったら。いや、すごない？それほんまの場合でも、こう勝手にやってるっていうのもあるんですか、呪術廻戦が。あ、そう、オマージュですよ、売れてるから。えぇ、ー、
ちびまる子ちゃんとかでもなんか本人テレビ出てするやろ。あれはレベルちゃん、あれはちゃんと顔で出てるから、ね、手の仕草。これです。どマジで。だからおなちゅうじゃねえって。めっちゃツッコミやで。いや、なんか、いや、もちろん俺もそうであってほしいの、この気持ちとしてはな。でも呪術廻戦好きやからこそ、こうなんていうの、ほんまにこのどっちも知ってる立場でしょ。あなたのこともよく知ってますし、もちろん呪術廻戦も好きなんで。で、原作なんか、原作で出てったら、まあそれも俺オマージュなのか、原作から。いや、これ高森くんなんか連絡来てない？いや、例えばオナチューの妄想やったらもう完全におめでとうなんですよ。なんか一回握ってるでしょ、ほんで途中でよう見たら。ああ、よう見てるね。いや、これはでもなんか台本とかでこうのツッコミ書かれるとき結構文章やで。勘違いされてん、これ実は結構文章やで。なんでやねん。いや、なんちゃらさんおかしいでしょ、あの手のツッコミとか、まあ、CM とかもそうやの発想やったら俺はこうありえる範囲の。ラウンド1の CM で急に板取りが、いや、なんか粗品さんに見たキャラクターとかやったら俺もうわーってなるんですけど、板取りが急にやるかな。静止画見てや、これもう俺や。まあいや、まあもちろんね、この似てるんですけど、これ人間としてこう言ってる、そんなやつおらんかんて。俺が出てくる。おるおるおる。いや、こうやで。だからオナチューじゃねえってとか、パシーだからオナチュ、いや、だからオナチュじゃねえってっていう、この、あ、左手にしてや。あー、だいぶ片手だけやったら確かに近づくね。そうでしょ。だからオナチュじゃねえってか。逆の手を映ってなかったですね。ほんで、まだある。ほんでこのツッコミんとこもそうやけど、はい、あの泳がしてる時のフレーズの感じ。相方がボケつ、あんま言うな。いつでもツッコめるけど、あんま言うな、ツッコミのこと。そうそうそう。あんま裏は、裏は言うの好きじゃないんですよ。イタドリがちょっと聞いてますか。完全に俺前でが、まあ、その霜降り明星の漫才風に CM 撮ってるってこと。俺俺俺、いや、その東堂がボケて泳がして。いや、これもう折れない。もういや、まあまあどうなるな、これでも粗品さんってすごい ね。あとちょっと千と千尋の神隠しも見てくれる。最高アニメ。だいぶ前やで、あれ2000年とかやで。はい。でもですね、なんと顔なしが僕の手のツッコミし、それお前が知ってんじゃん、これ顔なし。これ、これ見た見た見た、ツイッターで。死ぬほど見た、これ。三鷹の森ジブリ美術館。見た見た見た。誰かファンの人が、粗品やんみたいなつぶやいたやつでしょ。そう。これ俺やろ。宮崎駿さんが俺を見染めてくれて。最近作られた、これは。そうちゃう。いや、そうやろ。 M1 取り立てとかやったら分かるんですけど、この M1 取って3、4年で、いや、イタドリがこうやるから。横のこのカッパンですもん、お前似てるやろ。コンビみたいになってるやろ。これだけ下り目にすんなよ、お前。呪術廻戦もコンビで。呪術廻戦俺やすごいぞ、お前。ちょっとだから、いや、俺こでもな、コメント欄、この呪術廻戦は、はい、誰も書いてないんですよ、その俺のことを。まあなんかフレーズがな、粗品っぽくないもんな。妄想がオナチューとか言ったらもうおめでとうなんですよ。俺も呪術廻戦とコラボ、これ呪術廻戦ファンとしてこの粗品というレベルのタレントにコラボされたというクエスト。まあまあちょっと続報を待ってください。いや、ただ、はい、こうは言いつつ、はい、だいぶでもあるね。あ、マジ。なんか特にジャンプそういうのやらへん。まあ紙面でもそうやけど。いや、紙面とかやったらわかんない。この霜降りっぽいやつ出てきた。あ、それはある。
俺も一回あったな、なんか知らん話なんかあるでしょ、新しい新連載でせい、もうせいやって出てた名前は。だからそれぐらい確定があればね、粗品さんもこれあの、ヒロアカに友康さん出てきたり、あ、そうそう、そうそうそう、あれはもう明らかやねんな、これ、これちょっとほんま惜しいな、なんかちょっと皆さん動画探してみてください、呪術廻戦スペースラウンドワン、だから同じじゃないって、マジで、これ確かに、これ賛否どうなるか楽しみですね。呪術廻戦見ろ、ほんでおもろいから皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。